ワンロ欧州仙台横綱集団伊達武将大ハー新年おめでとうございます。昨年中は皆々に支えられて、わしらは無事に年を越すことができた。試練の年であったが、少しでも多くの人に笑顔を届けんと挑戦をし続けてまいった。10周年も迎えることができた。誠にありがとう存ぜる。2021年を迎え、新春のご挨拶を家臣一人一人から皆にお届けいたす。はっ。では重真より参ります。今年は牛年。おおおおおお、この牛歩と申します。この一歩一歩踏みしめて一人一人にもう満足のゆくおもてなしをさせていただきますゆえ、ご覚悟ご覚悟片倉小十郎兼綱にござる。今年はお客人皆々により仙台の魅力を知ってもらうべく、兼綱と行く街歩きツアーを積極的に開催してまいりたいと考えておりまする。そしてもう一つ、我らが東北楽天ゴールデンイーグルス、今年こそ優勝日本一じゃ。文字は綱本にござります。今年はやりたいことがたくさん、あれやこれやあんなことやこんなことやたくさんでございます。そんなやりたいことをぎゅーっとぎゅーっと牛だけにね、おーぎゅーっと詰め込んでまいりたいと思います。今年も俺らについてきてくだされ。ぎゅーってな、ぎゅーって金倉小十郎重綱であります。昨年は再び現世によみがえりまして、たくさんの方々に支えられたなと感じておりました。今年は、みんなにその支えられた分の恩返しをできるように努めてまいります。これからもよろしくお願いいたしまする。ヒューぞ。あ、ヒュー、こんにちは、の早くのつながでございます。昨年は大変お世話になりました。今年は歴史講座ホセクラナイト4月からバージョンアップいたします。バージョンアップ、はい。もうオンラインでもう見れるようにですね、4月からはちゃんと整えたいと思います。そしてですね、やはりあの今まで私自身が喋ってお客様に聞いていただくという感じでしたけれども、お客様と一緒にハセクラナイトを作っていくみたいなですね、そういう風な形でですねやりたいなと思っております。例えばこうハセクラナイトに参加している方と一緒に、旅行プランを作って、で史跡巡りに行こうとかですね、いろいろこうやれるんじゃないかなと思っておりますので、頑張っていきたいと思います。そして今年は、震災から10年という年でもございます。我ら伊達武将隊にとっても、大きな契機になった、震災でございますけれども、改めてですね皆様と共に歩いていきたいという気持ちで、この1年も頑張っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。松尾芭蕉でございます。待ってたよ皆さん、今年はどうぞよろしくお願いします。仙台にはつつじが丘天満宮という芭蕉が昔奥の細道で訪れた場所があります。そちらに牛があるんですね。なで牛、なで牛の牛はよだれを長く絶え間なくずっとずっとこう垂らすということで、商売繁盛の縁起物となっております。今年も我ら伊達武将隊、そして私松尾芭蕉、牛のよだれのように長く長く絶え間なく商売繁盛で皆様をお楽しみさせていただきたいと思います。どうぞ本年もご贔屓をよろしくお願いします。あきんどですね。はい、それではここでスペシャルゲストを登場していただきます。なんというふり。どうぞ。はい、久保一のハートでございます。いや、昨年はですね、できないことが多い年でしたが、代わりにできたこともたくさんございます。その蓄えたものを今年は思う存分発揮して、より多くの皆様に笑顔を届けられるように私も、邁進していきたいと思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
伊達政宗じゃ。昨年は伊達武将隊結成10周年を迎えることができた。そこからさらに一歩を踏み出すのがこの令和3年、民に寄り添い町をより楽しく豊かに、それが我ら伊達者の役目。それぞれの挨拶を聞いて分かっており、我らも年々自由度が増しておる。笑いの絶える一年にいたしたい。それはお主らと共になすべきことじゃ。これからも皆と共に前、伊達武将隊いざ出陣。おー